イエメンの文化は古くよりイスラム教に影響を受けてきた。イエメンはアラビア半島の南西の先端にあり、アフリカとも近いことから付近の国家とは異なる独自の文化が育まれてきた。サーダの伝統舞踊イエメンの音楽界はアラブ世界に有名音楽家を多数輩出している。多くのイエメンユダヤ人が20世紀にイスラエルのミュージカルで活躍した。アラブ世界では イエメンは長きにわたり文化の中心地となってきた。イエメンの国家は、アブドラ・アブドゥルワ・フハーブノーマーン作詞の連合共和国である。ユネスコは2003年11月7日にサナーの、アルギーナ、アルサヌアーーと呼ばれるシカの伝統を人類の交渉及び無形遺産の傑作に登録した。ザビードのモスクイエメンの宗教としてはスンナ派と、 シーア派というイスラム教の二大勢力がある。イエメンのムスリムの約52%スンナ派であり、46%がシーア派である。スンナ派内の多数派はシャーフィー学派だが、マーリク学派やハンバル学派といった学派の者も,もいる。シーア派内の多数派はザイド派であり、他に12イマーム派やイスマーイール派といった学派の者がいる。スンナ派は南部、 南東部に多い。在ド派は北部、北西部に多く、12イマーム派やイスマーイール派の支持者はサナーやマーリブといった中心地域に多い。大都市では様々な宗派のコミュニティがある。イエメンの1%以下の人々はヒムスリムであり、その内訳はヒンドゥー教、キリスト教、ユダヤ教、無神論者である。イエメン国内には 約3000人のキリスト教、信者、400人のユダヤ教信者がおり、一番信者が少ないのはヒンドゥー教である。憲法を含む一切の法律において、信教の自由は保障されていない。しかし、イエメンの国家政策では、宗教の自由な実践が黙認されている。ファトゥーと卵と共にパンを揚げた料理イエメン料理は広く、知られている中東の料理とは全く異なり、 イエメン国内でも地域ごとにわずかな差がある。イエメン料理は食習慣全般にわたってオスマン帝国時代の影響を大きく受けている。鶏肉や羊肉は高価な牛肉よりも頻繁に食される。魚介類もまた料理の対象となり、特に海に面した地域で食卓に上ることが多い。チーズ、バター、その他の乳製品はイエメンの食事において、 あまり一般的とは言えない。しかし、バターミルクは放牧などが行われ取得が容易な地域では日常的に使用されている。香りづけとして最も一般的に使用されている脂質は植物油とギーであり、セムンと呼ばれるスマシバターはペーストリーに頻繁に用いられる。各地域ごとに独自の食事文化がある中で、サルタは国民食と呼べるものである。 この料理のベースになるのは、マラクと呼ばれる、トルコ起源の茶色の肉シチュー、フェヌグリークを水につけペースト状にしたもの、そしてサハーウィクである。米、芋、スクランブルエッグ、野菜は、サルタの材料として、一般的な素材である。サルタは、イエメンの薄焼きパンのマルージュに浸して手食する。シャクシューカはイエメンで人気のある料理である。シャクシュカの材料は卵、肉、トマト、 ピーマン、玉ねぎ、そして香辛料であり、通常イエメンの薄焼きパンもしくは白パンと共に、供される。他に、人気のあるイエメン料理としては、以下のようなものがある、アシード、ファフサ、サリード、サマクモファ、マンディー、ビリヤニ、ファッターフ、シャフート、ファトゥートミルクティー、紅茶、キシュル、カフは、カルカディン、ナケー、アルザービブ、ディブアなどが、イエメンで人気のある飲み物である。 マンゴーやグアバジュースもまた人気がある。マルージュとラホーハはイエメン料理で最も人気のある薄焼きパンである。マルージュはフールミダミスのような豆料理と共に食べることが多い。ラホーハはライスと同様カレーやシチュー、イエメンのスープと共に食される。サッカーはイエメンで最も人気のあるスポーツである。サッカーイエメン代表はフィファと AFC が主催する。 国際大会に参加している。イエメン国内の最上位、サッカーリーグであるイエメンリーグには現在14のプロサッカークラブが所属しており、国内リーグとともに国際大会へも参加している。イエメンの山はアウトドアスポーツを行う上で良い条件の場所が多数ううあり、サイクリング、ロッククライミング、ハイキング、スキー、登山といったレクリエーションが行われている。 標高5000メートルを超える山がそびえるサラワート山脈とナビーシュアイブザニへの登山、ハイキングツアーは特定のシーズンに行われ、様々な国の登山家が訪れている。アデン湾とソコトラ島では、ウォータースポーツを楽しむことも可能であり、サーフィン、ボディボード、セーリング、水泳、スキューバダイビングといったレジャーが行われている。ソコトラ島には、 世界で有数のサーフィンに適した土地として世界中のサーファーが集まる。ありがとうございます。